い、ワンピースが大好きな神木です。ワンピース最新話1078話、なんとあのエッグヘッドにいる黒幕らしき人物というのがまさかまさかのサテライト6ヨークの仕業だということが判明しました。この最後の見開き怖いですよね。ねえステラ、あたいね天竜人になるんだと。ドクターベガパンクはこの世界に一人でいいよね。そして煽り文で明かされる欲望という風に書かれてるんですけども、これやられましたね。わかるわけないという感じもしますよね。もちろんですね、ヨークなんじゃないかというヒントはですねたくさん散りばめられてるんですけども、他の人物である可能性というのも同じぐらい散りばめられてたわけなんですね。まあ今振り返ると確かにヨークしかないような感じもするんですけども、もう本当にねまさにやられたなという感じはしました。今回のこの動画はですね、犯人がヨークであったヒントの数々をおさらいしていきつつ、もしかするとですねまだ他にも内通者、裏切る者がいるかもしれませんので、その可能性というのを話していきたいと思います。このチャンネルはワンピースを世界一楽しもうコンセプトに動画作りをしておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それでは行きましょう。犯人はヨーク。本当にびっくりしましたね。はい、皆さんよく覚えてらっしゃいますでしょうか。初登場はですね1065話ですね。ベガパンクが発明した脅威の活動方式といいますか、6人に自身の知識とかね体験をこう振り分けさせて、一人一人活動させることで6倍以上の知識と体験を得るような、そういうシステムのサテライトですね。そこで誕生した自身のクローンのですね6人のうちの1人、ナンバリングはパンク6、欲のヨークですね。欲のヨークというぐらいですので、人間の生理的欲求といいますか、その生理的現象を担う役割を果たしています。クーダスネイルというのを全部一手に担ってですね、他のクローンたちが不眠不休で働けるという全体のための効率化みたいなものを代表するサテライトとも言えると思います。そしてこのヨークというのが犯人だったわけなんですけども、実はですね作中を読み返していくとたくさんのヒントが散りばめられてるんですね。仕掛けられた数々のヒント、まず1つ目、これはですね多くの方が一番にピンとくるんじゃないでしょうか。エッグヘッド編が始まってすぐにリリスがシービーストウェポンに対して言っていた、うん、ダメじゃ、また失敗か、なぜ生物の欲は制御できないと、このセリフですよね。生物の欲は制御できない、しかも欲にですねちゃんと括弧がしてあるんですよね。この場面というのは欲の欲が後々暴走するということを見越して書かれた一言だと思われますよね。そして2つ目、名前のモデルですね。生の釈迦、悪のリリス、僧のエジソン、地のピタゴラス、棒のアトラス、この辺りの1番から5番のサテライトっていうのはエジソンとかアトラスは実際にいた偉人ですよね、の名前から取られていたりとか、釈迦とかリリスはですね、仏教とか神話とかその辺から取られてると思われますけれども、欲のヨークだけは例外だったんですよね。もう単純に欲と書いてそれを伸ばしてヨークだったので、ここもヒントの一つだったと言えるのかもしれません。この6人の名前が出た時にはですねヨークが怪しいってすごくその時は言われたんですよ。今言ったような理由でですね言われてたんですけども、その後他のですねサテライトの怪しい行動とか怪しく見える行動ですよねっていうのがあったりして、見事にそっちに気を持っていかれたという感じがしますね。そしてそれをまた象徴するのが前回のサブタイトルですね。前回1077話というのは早く気づくべきだったというサブタイトルだったんです。このサブタイトルというのはもちろん前後の内容ですよね。ベガパンクのステラ自身が何者か裏切り者がいるということに早く気づくべきだったという流れだったと思うんですけども、おそらくこの早く気づくべきだったというのはこのヨークが犯人でしたということにもつながってますよね。ヒントの1つ目で言った生物の欲は制御できないというエッグヘッド編が始まって最初に出てきた引っかかる言葉、そしてサテライトが全員紹介されて最初に明かされた名前の違和感ですよね。そういった序盤のヒントを指して早く気づくべきだったと、そういうことを言ってるようにも思います。また次の2つっていうのが面白いんですね。まず石化解除の可能性ですよね。実はヨークというのはメロメロの実の S スネークの攻撃を受けて石化させられていたわけなんですけども、この石化されたということで多くの人はもう犯人候補から外してたわけなんですけども、実はこの石化が解除されてるような可能性の描写がしっかり描かれてるんですね。というのもですね1075話でヨークというのは石化されたんですけども、その場面を見るとですね実にうまくできてるんですね。まずヨークがですね橋の上で S スネークから攻撃を受けて石化されるんですけども、まずそこで石化したヨークに対してみんながヨークって叫ぶんですけども、その時の S スネークの反応がまず点々点々となってるんですね。言葉を発してない、だけどもしっかり点々点々と書かれてる。今見返すと何かを思っている、何かを企んでいるようにも見えるわけなんです。さらにその直後、その場面にはリリスとウソップとフランキーとピタゴラスがいたわけなんですけども、 S スネークはその人物たちにレーザーを当てて
壊してみんなを落としていくんですよね。そして今言った人たちは落ちていくんですけども、ヨークというのはその前に S スネークを通り越して後ろにいたわけなんですよ。つまり橋の上には S スネークと石化されたヨーク2人だけになっていたということになるんですね。ここで石化されたヨークが落とされなかったのは、実は S スネークは2人きりになった瞬間ヨークの石化を解いたと、そういう可能性がここで描かれてたんですよね。またこういった描写というところを見ていくと、しっかりとこのヒントも描かれてるんですね。それが5つ目、直前の動線ですね。まあヨークの動線なんですけども、まあ、ヨークの動きを見ても辻褄が合う部分があるんですね。1075話で石化したと言ったんですけども、ベガパンクが失踪したのはその2個前の1073話なんです。そしてヨークが描かれてたのは1071話と1074話なんですね。でその1071話と1074話でどういうことが描かれてたかというと、1071話ではめちゃくちゃ食べてるヨークだったんですね。太ってるんですね。でその後1073話のベガパンクの失踪を経て1074話、その時にヨークを見てみると痩せてる体型に戻ってるんですね。つまりトイレに行ったと思われるんですけども、裏を返せば単独行動をしていたと、その可能性が実はですね書かれてたんですよね。はい、これらを見返すと確かにヨークだったなとは思うんですけども、いや本当にやられたなという感じがします。他にもですね、これはヒントなのかなというとこなんですけども、サイファーポール狩りなんですけども、 CP5、CP7、CP8 がですねエッグヘッドに来て、その後行方不明になってたんですけども、間の CP6 っていうのはなぜかエッグヘッドに来てないんですね。その浮いた6という数字が実はね重要で、パンク6のヨークが犯人ですよということを暗に示唆していた可能性も、まあ、わずかながらあるかなと思うんですけども、まあ、この辺はちょっとわからないですね。矛盾する謎。しかしですね、ヨークが犯人であるとするならば、まだまだ矛盾する点というのがあるんですね。主に3つかと思います。1つ目、これが最大の矛盾ですね。サイファーポールたちを監禁していること、これが最大の矛盾している謎です。五老星にリークした人物というのは、ベガパンクが空白の100年の研究をしていますよというふうにリークしてるんですけども、それを確認させに派遣したサイファーポールたちがずっとエッグヘッド島内に監禁させられてるんですよね。ヨークが犯人だとするならば、本来やる行動としてはサイファーポールが来た時にはベガパンクの真実を暴くとか、ここでやってますよっていうことをサイファーポールに告げ口して連れて行って真実を暴いて上層部に報告させるはずなんですよ。島内で怪しい動きができずとも、サイファーポールを狩る意味っていうのはないんですよね。変えさせるべきなんですよ。それなのに捕まえて監禁してると。でルッチたちもその失踪事件を疑問に思ってますよね。知らないわけなんですね。これおかしいですよね。でそう考えていくと、もしかするとですね、まあ、情報提供者というのは別にいるのかもしれませんね。続いて矛盾する謎2つ目、1日に1回の同期問題です。ベガパンクのステラとサテライトっていうのは1日に1回パンクレコーズを介して知識と体験を共有していると、そういう説明があったんですよね。そしてサイファーポール狩りというのは2ヶ月前からやられてましたので、もしサテライトたちに犯人がいるとするならば、そのサイファーポールを買った描写とか怪しい動きをした体験というのがみんなに知れ渡ってしまうんじゃないかと思ってたんですけども、それがバレずにここまで来ているというのは矛盾してますよね。これはサテライト各々が共有する情報というのは自分たちで選べる、もしくはですね、これいただいた情報で、ワンピースブログのヘボさんなんですけども、よくコラボさせてもらってるヨークだけ共有する必要がなかったんじゃないか、まあ、なくなったんじゃないかということなんですよね。どういうことかというと、他のね、例えば地のピタゴラスとかね、生の釈迦とか、まあ、その辺がいろんなことをやってますけども、確かにその辺の知識と体験っていうのは貴重なものであればあるほど、まあ、知識の財産になっていくわけなんですよね。まあ欲を司るヨークだけはですね、その情報というのは別にいらないんですよね。例えば今日5回トイレに行ったとか、今日こんなものを食べたとか、今日は何時間寝ましたとか、それって確かに共有はしなくていいんですよね。確かに欲のヨークだけ共有しなくてもいい役割っていうのを担ってるわけなんです。なのでもしかすると最初はね共有してたかもしれないんですけども、途中でもう1日に5回うんこ行ったとかはいいわみたいな、そんな流れになった可能性すらありますよね。また矛盾する謎3つ目、まあこれはどうかわからないんですけども、今回描かれたマリージョアとの通信の会話、皆さんヨークのイメージってどんな感じですかね。まあなんとなくフランクな感じですよね。まあ欲のままに生きてますので、あんまり立場とかそういうものは考えない、自由奔放に生きているような感じなんですけども、最新話で描かれたデンデムシへの会話というのはこうなんですよね。こちらエッグヘッド、上層部に話がある。ドクターペガパンクが空白の100年を研究している。やけにかしこまってませんかね。まあもちろん上層部の五老星相手に言っているからこういう口調になっている可能性大きいんですけども、それにしても欲のヨークであればもうちょっと砕けたね言い方をしそうだなと思うんですよね。まあもちろんマリージョは、まあ、天竜人たちに最初話しているので、こちらエッグヘッド上層部に話があると、こういった敬語になっているのかもしれないんですけど、それでも欲のヨークであればもっとフランクに喋れそうなイメージがあるんですけど、どうなんでしょうか。はい、いかがでしょうか。欲のヨークが犯人とはいえ、
一方で犯人であるならばちょっとした矛盾っていうのがあるんですよね。可能性としてはもう一人共謀者がいるということになるんでしょうか。ヨークのミス。そして欲のヨークは自分が天竜人になりたいということで動いてるんですけど、このヨーク自身はおそらくミスを犯してるんですね。どういうことかというと、まず自分も狙われてしまっているということですね。1076話でシャカとルッチがこういう会話をしていました。シャカがルッチに対して、 CP0 お前たちの任務を聞いてもと話しかけると、ルッチはこう言いました。7人のベガパンクの抹殺だ。はい、ここです。つまりベガパンク、ステラとサテライト6人全員を消せという指令がルッチには言ってるわけなんです。おそらくヨークというのはリーク情報を流して、自分はその見返りで天竜人に見染められる、そして天竜人になれると思ってるんでしょうけども、世界政府サイドとしてはヨークも含めたベガパンク全員を消すと、そういうことで今軍艦が向かってしまっているわけなんです。これはもうサテライトとして裏切っているヨークなんですけども、ヨークはヨークでもう天竜人に裏切られてますよね。またヨークのミスとしては、まさに欲の部分ですね。生物の欲は制御できないということで今回暴走してると思うんですけど、ヨークが天竜人になったとしてもですよ、欲は抑えられないわけなんですね。でどうなっていくかと考えた時に、おそらくですね、ヨークというのは次天竜人に飽き足らず五老星であったりイム様を目指してしまうと思うんですよね。そうなってくると、その途中段階で必ずイム様に消されてしまうわけじゃないですか。そこももうヨークのミスだなと思いますね。はい、ではこの後どうなっていくでしょうか。これですね、麦わらの一味すぐエッグヘッドを出てどこかでいろんなことをするのかなと思いきや、もうそれはないかなと思います。しばらくエッグヘッドでいろんな事件が起こるんじゃないかと、というのもですね、エッグヘッド事件、今回そういう文字が出てきましたけども、翌日に迎える事件の結末というふうに書かれてるんですね。まだあと1日はエッグヘッド島内でいろいろあるということがもう分かってるわけなんです。ワンピースの世界でも得てして1日というのは長いですからね。パッとエッグヘッド島が終わって次の島に行くということはもうほとんどないんじゃないでしょうか。先ほども言ったように共謀者とか真犯人が他にもいる可能性があるので、その人物が登場してくる展開もありえますし、扉絵連載のシーザーとジャッジがネオマッズを結成しましたけども、まさにその2人が来る可能性も大きいですよね。ジェイガルシア・サターン星も来ますし、キザルも来ることがほぼ確定します。そして軍艦100隻もありますからね、そこをかいくぐるような大きな戦いもほぼほぼ確実にあると思われます。ワンピースではこれから先大きな戦いというのがいずれ描かれるっていうのは分かってるんですけども、それよりも前にもう一つの大きな事件、もう一つの大きな戦いというのがエッグヘッドで書かれると、そういうことになってくるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回は真犯人がもしかしたらいるんじゃないかという情報と、まあヨークの答え合わせ回でした。もうやられた人はですね、ぜひコメント欄にですね、やられたと書いてください。みんなで一緒にやられたいと思います。それではどうも最後までありがとうございました。じゃんね。